滑りやすいですか？滑るとそんなでもないですけど、はあ、あんまり横滑りがいいことないです。この頃はもっと気になるかと思ったけど、意外と。なんだって後半踏むの。後半踏むんじゃなくて、後半は重心が乗っかってくる感覚だから。だから踏むんじゃなくて、トライから圧は、体重がかかってくる感覚。あ、でしょ？大丈夫ですか？いいね。ああ、みんなまっすぐ。これだとまっすぐなんだよな。今日は本当に気をつけないと。今のだとちょっとまっすぐですね。まだまっすぐ。まっすぐ。もっとライン上げていいですか？はい、さっき。ああ、ほら。もっとね、優しく乗ってきな。コロコロがあるんだから、長く優しくよ。ガンと踏むと、ああやって、はまっちゃうから。ほら、どうしよう、ガン。もっと高いとこから方向決めていいです。はい。もっと高いとこから方向決めていいです。はい、いつもと全然違う感覚でいいと思う。はい。練習、インスペクションやってるぐらいの感覚で、上から高いとこから決め、もう完全な方向決めてから入ってきていい。まだまっすぐすぎる。もっと一回切り上がって、切り上がってくる。ボール過ぎてからここ横にすると、ならなくなるから。それをならないで優しく上から落とす。ゲート向かうときに内藤してるから、もうちょっと外傾して、ちょっとビデオ、あるかな。内藤しちゃってるから、外傾をしっかり取ってきて。今日はそういう練習、もうそういう雪です。アイスバーン、例えば夏、俺らヨーロッパ毎年行くけども、もっと急斜面で、歯が立たないぐらいアイスバーンなんで、それであんな内藤したら、全部下まで滑落するから、全然滑れない。うん、山田さん、ちょっと体起こしましょう。はい、ちょっとこうに、状態かぶり気味になっちゃってるんで。おはよう。ただー。